皆さん、こんにちは。本日、2023年11月の14日、20時37分。今日も帰ってきた後なんですけども、河川水門開閉式生発電なので、まあ、向こう側の、まあ、神戸橋やその先など、あと、まあ、清瀬台あたりのところに作る、ダム、あと、武田尾、のあたりに作るダム、まあ、そういったものを、まあ、撮影して、きました。で、説明しています、まあ、これで全体的な、まあ、見通しっていうものがだいぶつくんじゃないかなと思います。だから、まあ、河川の底のコンクリート化なども進めれば、まあ、結構な、発電量、向こう側でも出せると思います。一回水を貯水してという形になるんですが、それでは、皆さんご覧ください。まあ大変でした。今日も朝5時ぐらいに起こされて、5時前でしょうね、きっと。で、朝の5時台から家出て、JR 道場駅まで歩いて、まあ大体7キロぐらいあるんですけども、まあそこから乗って、JR のラジオ駅で降りて、で、まあ、あとはもう徒歩ですね。で、向こう側の、河川の、まあ、もうこれぐらいまで来たら、あとは、海水の、海面のところと同じ、水位だろうなと思われるところまで撮影して、また歩いて、戻っていってます。で、帰りは、まあ、天神川などを撮影して、天王寺川も撮影して、JR 中山寺駅から乗って、武田尾駅で降りて撮影してと、まあ、そういう風な形ですね。だからもう帰ってきたらもうこういう時間帯で、さっきもずっと、エクスポートしていました。それと、あとは私の自宅から、いつものね、日付と、時間、見せていたあのデジタル時計、あれがね、見当たらないですね、帰ってきたら。盗まれてる可能性があるっていうことですね。もういつもこういう状況ですね。だから皆さん、警察官も、だからこれ警察官にものすごい大事なメッセージなんですけども、建物を映しちゃダメだって、その内容絶対間違えてるから。一般人の人がカメラ普通に映してる写真。だからそれぐらい考えて分かることだから。だからそれをコンピューターとか、音声拾ってしまって、身勝手な判断をしているのか、それに合わせて人間が動いているのか。だから、電波で何か聞こえてきたから何かしていいっていうことじゃないから。これをしっかりと分からないと。で、喋ってちゃんと話すこと。これは天皇陛下もおっしゃってる。ちゃんと会って話し合いって。天皇陛下はこの国では総理を決めてるんです。これは法律でそうなってます。そして総理が各大臣を任命してるんです。デジタル時計なんですけども、ないでしょ？ないでしょ？ね？ないでしょ？まあ、あと、奥としたら大体この辺り、ない。まあ、あと他の場所なんか置いたりしない。で、これ不法侵入。で、窃盗罪。淡井圭介が自分で買ったデジタル時計。なんか刑法とかな。だから刑法でそれがあるから、不法侵入あるから、みんなそういう説明になってるから、第何条とかそういうようなこと言わない。もうね、動画のスタートからしてこれですよ。誰か対応のほどよろしくお願いします。オンボズマンの方たち。では、これの動画も、エクスポートしておきます。こちら、清瀬台の中なんですけども、頂上の付近ですね。周りの光景がこういうところです。そこに、大きな石が放置されてるんで、特殊ダム用に、まあ、回収すればいいんじゃないかなと思います。一応もう一度撮影しておきます。あちらの奥の方が、清瀬台で、あちらが青葉台で、まあ、向こうが、宝塚の方になるんですけども、河川の底に大きな石転がってますんで、まあ、ああいったものを利用して、清瀬台の少し
まあ上の方に特殊ダウンを作ると、また地図、見ながら、説明しておきます。まあ出だしの冒頭で説明してる動画を入れてると思います。あちらが、青葉台で、こちらが、まあ、小さな河川があるんですけども、この河川が、この大多田川ですね。でこちら上流を遡っていくと、まあ、船坂峠の方になるんですけども、まあ、こちら間のこの辺りのところで、まあ、ダムを作ったりだとか、まあ、そういうふうな形が望ましいで、まあ、大きな石がいっぱい落ちてます。でそういった石を利用したりだとか、まあ、あちらの方は、青葉台の辺りのところなどは、まあ特殊ダムなんですけども、河川がこれが向こう側なんですけども、向こう側のこのラジオ川が合流しているそのもう少し上に、まあ、河川があるんですけど、ここどれぐらいの傾斜があるかなんですけども、このラジオ川のまあ、少し手前ぐらいでダムを作って、武田大駅の近くまで、水を貯水すると、まあ、そういった形を考えています。こちら縄瀬大橋です。この辺りにもね、まあ、青葉台のところからずっと、まあ、こういう風に大きな石いっぱい落ちてるんで、まあ、それ使って、特殊ダム、作ってもらったらいいと思います。形状はまだ、後ほど、まあ、図面見せてか、まあ、口頭で説明するような形になると思います。で、まあ、以前撮影した内容でこちらに河川水門開閉式ダム発電って言ってましたけども、こちらじゃあ、ずっとなだらかなので、清瀬台のところまで、もっと向こうの奥の方ですね、宝生が丘かな、坂瀬川の近くになるかもしれないですね。まあ、宝塚の駅を越えてまだ向こうの方ですね、河川水門開閉式ダム発電を作るのは、河川水門開閉式ダム発電は、あちらのあの橋あたりが良さそうですね。で向こうの方が、手塚治虫記念館です。でまあ、宝塚の駅から降りて、まあ、宝塚大劇場があって、あちらまだ建物を建てようとしてますね。明らかに、建てすぎです。先ほど、あちらの橋から撮影してみました。でちょっと河川の底に降りてきてみたんですけども、まあ、そこで落差はあるんですけども、その奥がずっとなだらかなので、でこちらもなだらかなので、今のこの現在地がこちら、宝塚大劇場があって、まあ阪急電車が通ってると。でこの橋があって、まあ、その下あたりですね。で私が先ほど示していたのはこの新大橋というところですね。宝塚市の新大橋、こちらに河川水門開閉式ダム発電を設置するのは妥当だと考えます。で高さをどれぐらいにするかですね。多分新大橋のところで高さ5メートルぐらいで、で設定して、でまあこの辺りがちょっと、まあ、遊歩道が水没するような形ですね。だからこちらのその草とか、この辺りを、コンクリート化と、まあそういう風な形ですね。まあ、もしかしたら水面の高さが、まあだから遊歩道の一部が水没するような形になりそうですね。だから向こうの奥の方の遊歩道のところはまだ歩けるかもしれないですね。まあそれぐらいですね。水没するかな、水没するかもしれないですね。まあ、ここは貯水の方を優先させていただきたいところですね。では、新大橋まで行ってみます。新大橋に行く前に少しちょっとこちらの、ちょっと日陰かな、こちらの
河川ですね。この河川ですね、こちらの方はしっかりとコンクリート化されてるんですけど、こちらの河川がねだいぶ土砂混じりで、どんなことになってるかっていうのはこういう形になってるんですね。あちらの方である程度そこ石畳とかは引いてるみたいなんですけど、多分間コンクリートとか入れてないんじゃないかなっていうところですね。であとこの辺りも多分砂でしょうね。でまあアチア新大橋の、ところ高さいっぱいまで、両サイドの道路の高さいっぱいまで、まあ、水位があれば、まあ、向こうの奥の方のところまで行くんじゃないかなと、まあ、清瀬台のところですね、西宮市の。ちょっとね、本当はちゃんとした測量しなかったら分かりづらいんですが、まあ、車走ってる位置があの位置なんで、高さはね、それなりにはあるとは思うんです。だから、まあ、ある程度、もう少し先へ進んで、もしかしたら、2箇所になるかもしれません、設置位置が。まあ、そちらに1箇所かっていうところですね。橋脚の下まで来てみました。で、まあ、橋脚自体は高さ5メートルぐらいありそうなんですけども、水位が満水になった時に、まあ、あちらの方はちょっと高くなってますけど、あちらの方が少し低くなっているので、まああちらで、まあ、2メートルぐらいだったとして、あと河川の底までが、まあ、高さ2メートルちょっとっていうところですね。ここから見たらああいう風な位置ですからね、先ほどの位置で水門作った方がいいかもしれないですね。だからまあ先の干からびかけていたような河川ありましたけども、あちらのこの合流しているところのその少し奥のところ、合流する前のところですね、そこに、作ると、段があったところから少し、まあ10メートル先ぐらいか20メートルぐらい先のところですね。段があったのが先見えてたところの、まあ、この辺りですね。だからここの、まあ、合流、違いますね、この辺りですね、この辺り。だからこの河川が合流する少しここ、まあ、その辺りの方が良さそうですね。まあ、この河川敷のところは残すような形ということですね。ただその上のところの遊歩道のところは水没するような形になるでしょうね。だから高さ横サイドいっぱいのところまでの高さで水門を設置して、遊歩道がちょっと水没しながら、まあ、清瀬台のふもとの、まあ、那珠川が合流するところぐらいまで、水位が来ると、まあ、こういうふうな形ですね。だからそこに、門を作って、地下水流トンネル発電、20cm×20cm と 1m×1m、3m×3m、まあ、高さが5あれば 5m×5m の、回転扉だけですね。地下水流トンネルかはいいです、大雨の日そこまで、その 5m×5m を使うようなとんでもない大雨っていうのがまずないでしょうから、それでいいと思います。後部橋へ向かって歩いてるんですけども、まあ、あちらが上流で、先ほど撮影した橋があちらです。で、こちらが、まあ、途中で、水をあちらでせき止めていて、こういう風に何かこう流れを作って、流し込んでるみたいですね。で、まあ、知りたいのは落差ですね。どれぐらいの高低差があるのか。というところですね。ああいうふうな状況になっています。高さ1メートルとちょっと待ってくださいね。
まあ、こういう風な状況ですね。で、まあちらサイドからそこそこ水が流れてきてますね。浄水場は向こうの上流の方のところでしたから、まあ宝塚の近辺ですね。ちょっとあの高さをちょっと見てみようと思います。段の奥にまだ段があるみたいですね。だからあそこに合わせて回転扉を置くかどうかっていうところですね。ちょっと足元見てなかったらこの辺のところでこけていたかもしれないですね。ああいう風な状況ですね。間に柱が入ってるみたいですね。柱のその先に回転扉を置くような形で、高さはだいぶ高い位置に置けると安定して、まあ水の力を得られると、まあこういうことですね。あそこも設置したいですね。で、まあ水次のあの高さがそこと大体同じぐらいですね。いや、そうなってくるとそこのところを中央部のところから、回転扉式で、まあ、あの左側のところから流れ出てるところあそこを塞いで、中央のところで回転扉式っていうような形の方が良さそうですね。ただ水量が少ないので、まあ、傾斜つけて、まあ、どうにかこうにかみたいな形ですね。まあ、20cm×20cm と、まあ、1m×1m などなどですね。あ、向こうの奥の方のところ、その甲府橋の下で水がほとんどなくなってる状況でしたので、そこにあの、まあ、コンクリート化をしたりすれば、あのこの辺りからかもしれませんけども、その水が地面の底に染み込んでいってるのが、だからその辺のところをしっかりと対応すれば、まあ河川水門開閉式ダム発電を設置できるというような形になりますね。ちょっと、まあ、まあ向こうの方まで行きます。あの道路ではなかったと思います。先ほどの橋が、あちらです。で、途中、合流する河川があるんですけども、まあそちらが、ゴルフ場打ちっぱなしのところで、その奥の方のところから結構あの勢いよく水出てるんですよね。そこそこの水量で。で、あれはあれでちょっと見に行った方がいいかもしれないですね。ただ、まあ、だいぶ奥の方にしたとしても、その高さ、3メートルなり4メートルなりの高さで河川水門開閉式ダム発電を次設置するのであれば、あの辺りのあの水の出口のところは水没するんで、だからそこには回転扉を置くんじゃなくて、もう少し上の方っていう形になりますね。先ほどのあの橋が、向こう側、新橋という橋です。まあ、近くは阪神競馬場という場所なんですけども、あちらの橋から、まあ、下流の方で、落差、まあ、1メートルちょっとあるような落差があります。で、こちらの方もですね、何か、横から水を流していて、あとこちらにも流していますね。で、あちらの方はそこの壁のところを伝って向こうにこう、まあ、流れていってるだけのようですね。まあ、両方ちょっと調査しながら、先進んでみたいと思います。まさかその高さで、住宅地の方が多分高いでしょうから、農業用水路ではないとは思います。一応確認しておきます。
先ほどのあの横から、流れていたところの河川がまあこういうふうな形になっています。まあ横に流している意味がちょっとよくわからないですね。正直いらないっちゃいらないような気がします。まああの向こうのところで止めておいたらよいと。でこちらの方の水門を開けた時に向こう側に放流するんでしょうね。まあ高さあの結構ありますけども、まあ、そんなにたくさん水が出てくるような気もしないんですけどね。ちょっとまああの完全に草むらなんでちょっと草むらから出ます。こういうふうにアスファルトか何かコンクリート敷いてなかったらやっぱり草がすぐ生えてきて、歩きにくくなりますね。まあ橋の位置はあちらです。でもう一つ、こちらに小さな、段があると。まあ落差ですね。でこちらの方が先ほどの水門のところからの水跡と、だから横から流し込んできてるだけでそれ止めたらこんなに水の量はないでしょうね。あちらが先ほどの、橋なんですけども、水面がね、上流に向かって、動いているところがわかるかと思うんですけども、風でああいうふうに流れてるっていうことは、ほぼ、流れてない水平な状態で、まあ、いろんなところで水が吸われていたりだとか、そこに抜け始めているのがもうこの辺りなんじゃないかなとは思うんです。で、まあ、真ん中にある石とかを、まあ、遊歩道の方にも上げてしまうかとか、一回ね、その水の流れ止めてしまったら、河川の底がこう、へこんでいたりしてる部分あると思うんですね。で、そういう風なところの穴埋めをするような形になると思います。まあ、水平にするっていう意味でですね、河川の底。まあまあ、これぐらいの斜面なら、すんなり、普通に登るような形で、上がってこれます。足元力入れれば。一応まあ、あそこにも段はありますね。何箇所かは段はあるんですよ。ただ、あとは、段があるところ以外は水平に流れてるという形ですね。だから段があるところをしっかりと撮影して、まあ、合計して、落差何メートルぐらいになるかなっていうところを、まあ、確認しなきゃならないっていうことをですね。まあ、なんか真ん中に作ってますね。まあ、真ん中に、まあ、その中洲みたいなものが出来上がって、あの木があれだけ生えてるっていうことは、まあ、サイドのところもそうなんですけども、まあ、あの高さまでまず、なかなか水が来ないっていうことなんだと思いますよ。次の段のあるところはこちらですね。そこそこはありますね。1メートル以上ありますね。まあ、2メートルぐらいあるかもしれませんね。そちらの、 あの右手の方のところのまだ傾斜があるところを含めたら、まあ、奥の方 の、 あの人を見て比べてみていただいたら分かるかと思います。で一応この辺りは両サイドそこそこ高さあるんで満水にした時のことを考えて作ってくれてるのかもしれないですね。向こうの方でその河川水門開式だはず。先ほどの位置があちらなんですけども、あの重機見ました、何か河川から土砂をかき出してる、まあ、土の部分をかき出してるみたいなんですけども、石かな、トラックみたいなものには石を積んでますね。まあ、できるだけ人間の手で行ってほしいんですけどね。だからまあ政府の方でそれをしっかりと対応していただきたいですね、行政の方で。で、すぐ隣が霊園墓地ですね。で、この辺りも霊園墓地結構あると思うんですけども、その、もう管理者が
いなくなっ、まあ管理者は行政なんでしょうけども、公務員の人たちが管理してるんでしょうけども、まあもうそのご家族さん、お孫さんとかひ孫さんとか、もう誰のお墓なのかわからないっていうもの結構あると思うんです。この辺りでも、でそういうので、うまく利用できたらなとも思いますね。あ、何かこう意思がすでに積まれていますね。まあ石材を集めてるといったところなんでしょうね。先ほど石積みされていた板地があちらで、こちらが合流河川ですね。まあこういうふうなところもしっかりと、したコンクリート化などをしなかったらっていう部分でしょうね。奥行きとか結構ありそうですね。だからまあこの辺の通りが水没するような形になりますね。この先で河川水門開閉式ダム発電を、設置すると、それでいいと思いますよ。あ、この河川沿いに、向こう側の河川沿いにありましたね、高徳学園中学校高等学校ということですね。ちょうどいいんじゃないですか。これだけね、こっから向こうはもう河川なんですよ。で水位とか考えたらもうこの辺ぐらいまで水が来るような形になるんで、全部木を伐採してもらうような形になるんで、蒲田発電装備してもらったらいいんじゃないですか。斧とか木で、で、河川の土砂のかき出しだとか、さっきみたいな石一つ一つあんまり大きくないんで、一つ、まあ、20キロぐらいの重さじゃないですか。持てるでしょ、それぐらいだったら簡単に。ちょうどいいトレーニングになりますよ。次の地点がこちらですね。落差1メートルぐらいといったところですね。あちらは新幹線です。あちらは新幹線。で、こちらは甲府橋なんですけども、この間夜撮影した時と比べたらまだ水の量ありますね。この間、ほとんどなかったんですよ。で、まあ水の量が少ないといえば、まあ少ないかと思いますね。やっぱりある程度水は抜けてるんだと思います。それプラスこの間夜の撮影だったんで、だから余計に水がなかったんだと思います。そのダムから、ろ過器を通して各家庭に、水を、供給してる。で、そこから、余ってる分が河川に流れてきてるんですね。で、時間帯が夜でしたから、まあお風呂を炊いたりだとか、まあ料理だったりだとか、まあシャワーだったりだとか、まあそういうふうなことで各家庭が水を使用されてるから、川に排出されてくるろ過器を通した、余った水が、排出量が少なかったと、まあ、こういうことが一番の要因だと思いますね。この間夜撮影したらほぼほぼ水がなかったんですよ。で、それもびっくりしてたんですけど、もうちょっと下流まで行って撮影しますね。で、河川水門開閉式ダム発電をここに設置するかどうかというところですね。まあ、設置したとして高さ3メートルぐらいで、まあ、物事をまあ、見ればいいかもしれません。まだもうちょっと先見てから、考えたいと思います。次の、段差ですね。まあ、ここまで、いや、まあけどやっぱり水の量少なくなってますね。そういう気がします。サイドとかに流れてた分とかを考慮してもう一度合流したりしてるはずですからね。まあここで高さが1メートルぐらいですね。次の段差です。1メートル以上はあるかと思われます。もう少し先まで行ってみます。こちら阪急電車、向こう側の、合流河川、まあ、河川というか、まあ、浄水器を通してそのろ過器を通して余った水が流れ出てきているところだと思われます。まあ、結構な水の量です。結構な水の量ですね。
ただ先にあの河川水門化式ダム発電作るんだったらある程度水没するような形になるんで、回転扉はちょっとその辺測ってからじゃないと何とも言えないというところですね。だから高さをこれぐらいの高さに合わせてあげるしかない。だから向こうの方に作れたとしても2メートルから3メートルっていったところですね。次の地点です。まあ高さ、1メートルから1メートル半ぐらいですかね。まあそこそこの高さあると思います。もうちょっと先まで行ってみます。まあシャベルカーで、土砂をかき出している様子です。でもうこの地点まで来てもらったら分かるかと思うんですけども、水量、かなり、減っています。明らかにこれは間違いなく、だからそこに染み込んだりとかして、なくなっているんだと思われます。ちょっともうちょっと先まで行ってみます。神戸橋で高さ3メートルぐらいの、開閉式ダム、河川開閉式ダム発電を設置して、で、まあ、地下水流トンネル発電を傾斜つけて作るかどうかですね。その先のところの、あの段になっているところまでは、まあ、長さが2、300メートルほどありそうでしたからね。だからまあ傾斜角つけて、まあ、なんとかなるかどうかっていうところですね。基本的に晴れの日のことを想定して、話しています。太陽光パネルとの併用で朝と、夕方から夜にかけて稼働と、まあ、21時ぐらいにはもう、使用しないと、まあ、そういうふうな形ですね。あとは、原発、それと琵琶湖の地下水流トンネル発電といった形になりますね、夜は。だからまあ、琵琶湖の地下水流トンネル発電が10年でできるのか、もうちょっとかかるのかどうかとか、まあそういうふうなところですね。あちら JR です。ここまで来た回ありましたね。まだ段ありました。1メートルほどの段ですね。で、堆積してる土砂のかき出しを行ってくれてるみたいですね。で、もうちょっと先まで、まだ段がないか見に行ってみます。向こう橋まで来ました。で、最終地点は、JR のあの段差があったところ、あちらの地点に河川水門開閉式ダム発電ですね。もうここまで来ると海が目と鼻の先ですんで、まあ、あのずっとなだらかな状態ですね。で、あちらの方を見ても特に段らしいものはないと、まあ、こういう風な状況ですね。ですので最終地点は先ほどの地点ですね。では、戻ります。橋はないですけども、ここですね、ここに設置しましょう。で、右端の方にやや少し傾斜があるんですけども、それは残しておきましょう。一応満潮時の時とかがどうなるかちょっと私の方ではわからないんで、で、まあそこちょうど向こうのあの色が、変わっているあの辺り、あちらからこうまっすぐに引くような形で、河川水門開閉式ダム発電3メートルの高さ、それに、まあ、20センチ ×20 センチと、1メートル ×1 メートル、それと3メートル ×3 メートル、まあ、3メートル ×3 メートルのところは回転扉だけでいいです。まあ、これでいいでしょうね。先ほど、撮影していた水が勢いよく出ていたところ、これ水今なんか僕がからかわれてたみたいですね。特に今水が出てないですね。だからまあ先ほどのあの JR の最終地点、高さ 3.5 メートルでもいいかもしれないですね。まあ、一応水をたくさん貯めるようにしておいて、まあ損はないとは思いますね。
まあ先ほどまでの地点で、まあ、2メートル以上の高さまでには来るんで、 JR のところとそれまでのところの段2つで、であとこちらの先のところですね、だからまあ甲府橋のところまでで、まあ 3.5 メートルぐらいで見といた方がいいかもしれないですね。であとは甲府橋のところ傾斜つけて行うかどうかですね。あとこちら報徳学園の近くなんですけども、こういう風に金属使ってまで松の木を支えているんですが、これはもういいです、切ってくれたら、行政の許可もらって蒲田発電に使用してもらったらいいです。まあ、木自体がちょっと弱ってる部分もあるんですけども、金属使ってまでするようなことじゃない。あとああいう道路標識のあるところなんですけども、こういう木も、行政の許可もらって切ったらいいですよ。もう中の方はもうだんだん、ダメになってきてるんで、遅かれ早かれなんです。もうどちらにしてもいずれ、口へ行きますから、早めに切ってくればいいです。あちらが向こう側です。で、向こう側に合流してる、天王寺川という川に行きました。まあこちらの川ですね。これですね。まあ今の現在地点がまあこの辺りですね。こちらの方、上流をたどっていって、まあ右手か左手両方、まあどれぐらいのところにまで水が来ているかとか、河川の両サイドがどうなっているかとか、そういったところを撮影したいと思います。先ほどの、2つの河川の上流が、右手が天神川で左手が、天王寺川ということですね。そのあたり撮影したいと思います。まあ、このあたり、まあ、甲府橋を高さ3メートルで設定したときにどのあたりまで水が来てるかにもよりますね。一度まあ撮影してみてというところです。で、再度、まあ、石ころとか流れ着いてるだけで、もともと岸壁工事はしてるみたいですね。ただそこがまあ水が抜けてるんじゃないかなというところですね。あとこの雑草とかそのあたりをどうにかしなきゃならないということですね。どちらにしても河川の土砂のかき出しですね、まあ、水吸われたりしますんで、先ほど撮影した橋があちらの橋なんですけど、もうそのあたりから両サイド岸壁工事されてないみたいですね。ちょっとまあ、ところどころみたいな形ですね。あちらの方は岸壁工事、まあ、橋が架けてあるからか、両サイドしてるみたいですけども。で、あと、この辺り、場所は伊丹市ですかね。まあ、兵庫県伊丹市、西宮市の、まあ、隣接してるところですね。まあ、そういうところでもガードレール特につけてないんですよね。だからこれは現実的なところであって、そんなに河川の両サイドにガードレールなんか特別必要じゃないんですよ。もともと田舎の方もそうです。ところどころになんか余計なこういうようなガードレールつけてるんですけども、全然意味ないんですよ。もともと落ちていく人間なんかいませんから。あちらの方で河川が二手に分かれています。先ほどの橋のところですね。そこにまあ門を設置するかどうかっていうところですね。だから甲府橋を高さ3メートルにするのか5メートルにするかによって全然話変わってくるので、まあどちらの案でいくかですね。まあ、たくさん水を貯水して高い発電量を目指すなら高さ5メートルですね。で、まあ、右手の天神川の方の、上流まで、行ってみます。河川の横なんですけども、小さな石で石垣組んでるだけで隙間ありそうですね。だからまあ水溜めても水が抜けていく可能性ありますね。だからまあ中にコンクリートを入れていくような形でいいかと思います。まあ水溜めるとしたら天神川のところ、河川水門開式暖房発電を置くとしたらこの辺りですかね。まあ河口側のその向こう甲府橋のところを高さ5メートルにするのか3メートルにするかによって全然話変わってくるんですよね。まあ、まずそこを設置してからですね。一応なんとなくで、いろんな地点撮影しておきます。一
応まあ竹の林見つけましたね。天神川の、隣です。まあちょっとだけですけどね。天神川なんですけども、こちら二手に分かれてますね、河川が。ちょっとまあどういうことなのかよくわからないんですけども、まああの川を、上流に登っていこうと思います。まあ途中からこういうふうに岸壁工事はされてますね、途中からだからごく一部の区間ですね、両サイドと、あと河川の土砂のかき出しなどですね。二手に分かれている右手の方の天神橋、天神川がこちらですね。河川の両サイドの工事がほぼ、できていない状態ですね。多分そうだと思います。分かるんですね。右手見たらある程度、まあこれ橋のそばだからしてるんだと思うんですよ。だから奥は多分していないんだと思います。で、左手の方があちらの河川なんですけども、あちらすぐ上の方で行き止まりになってるんで、まずあちら上流まで行って右手の方、に、撮影するような形にします。こっちは本流の方の天神川の方はだいぶ河川の岸壁工事とかが必要になってきそうですね。あと河川の底に関しても多分この辺りはちゃんと河川の底を整備されてないみたいですね。で、こちらは左手の方です。こちらの方を上流まで行ってみたいと思います。木製の橋ですね。ちょっと珍しいので撮影しておきました。天神川の左側の、上流部なんですけども、多分、温泉が湧き出てるんでしょうね。あの茶色い、色。温泉特有のものですね。で、またそこから二手に分かれているっていうのをちょっとよくわからないんですけども、あちらがその上の方を見に行って、あるのかどうかっていうところで、謎なので、まあこの辺りまでにしておきます。向こうの方へ、右手の方へ行って、右手の方の、天神川を見てみたいと思います。まあここに回転扉を置いてもいいかもしれないですね。まあ一旦水止めないことには、河川の両サイドの岸壁工事とか河川の底の、工事ができないんで、しにくいんで、土のうとかではそこそこ水が出てきてるんで一回もんで、水止めてしまっておいた方がいいとは思いますね。右手の方の天神川の上流に来てるんですけど、水がありませんね、全く。だからまあ途中から水がどっかから出てきてるんでしょうね。だからこの辺のところがまあ貯水槽みたいな形になる。で、一応サイドはある程度岸壁工事はしてるのかな。ちょっと草とか撤去しなかったらわからないですね。で、そこの方とかも一応、いろいろ書き出しを行わなかったら。で、晴れの日一滴もないですね、水が。だからまあ貯水槽みたいな形で使用するというケースですね。これ両サイドの方の家の方が低い位置にあるんで、両サイドから流れ込んでくるっていうことはまずないですね。まああれはどこかな、とりあえず JR のところまで、線路のところまでたどり着くまで、歩いてみようとは思っています。ソファーが不法投棄されてますね。で、まあそれなりに段差があるので、まあこの辺りまで水が来るのかなどうかなというところですね。来てもまあ高さ1メートルぐらいじゃないですかね。まあそれなりに歩いては来ましたけども、もうちょっと上の方行ってみます。あちら JR が今通り過ぎたところなんですけども、かなり上流まで来ました。で、途中で門入れといて、水気のないところなど、小麦畑にするというのも一つの案ですね。多分ここもともとその水がそんなにサイドから流れ着いたりしてないから、
まあ距離にして数キロあるんで、これ一応水門ですけども、その横道だから、いつの頃の水門だったのかっていうことですね。一応ちょっとだけ水が流れてるから、けど途中でまあ水が干上がってる、あの元々の水量が少ないから、あとまあいろいろ雑草とか生えていて、そこでなくなってしまってるっていう状態だから、まあ、水田みたいな扱いにしてゴミ畑にした方が良さそうですね。もう上の方も多分これ合流してくるようなところの水が根本的にないんじゃないですかね。だからまあ門をしてしまえば水がな、土が流れることがないから、大雨の時でも多分あんまり水流れてきてないと思いますよ。でまあ太陽の位置によって日陰が今できてるだけで、まあ、基本的に橋の下とかそういうところ以外は小麦畑にした方がいいと思いますね。一度、まあ、実験的に行ってみたらいいんじゃないかなと思いますね。例えば、まあ、実験的に行うならこちらから上流とかね、さすがに河川水門回式ダム発電を設置した時にここまで水が来るかって言ったらそれはないと思うので、満タンに水位がなったとしても、ですのでまあこちらの方でそれを行ってみたりだとか、一応河川の底からは水は抜けてないみたいなんで、一応この辺りは水の気配は少しだけありますね。先ほどの河川、天王寺川を撮影しましたけども、まあ、位置的に、まあ、大体この辺りだと思われます。先ほど、JR のところまで天神川の上流をこう撮影していって、でこう横に歩いてきて、まあ、河川に、行き着いたという状況です。で、まあ、河川の特徴として、家の位置が、河川よりも上なんで、横から円筒状 の水が出てくる、大雨とか降った時にもうこういったものが、整備されてるんで、ある程度水が、流れ込んでくると。だこちらの方は、大雨の時とかそれなりの水量になると思われます。でこのまま、ある程度上流の方まで行って、JR に乗って、武田尾駅まで行って一旦降りて、そちらに河川水門外式ダム発電どの辺に作るのか、まあ、石井ダムみたいなダムにするのかとか、そういったところをちょっと見たいと思います。で、二手に、分かれている地点に来ました。で河川水門外式ダム発電を、設置するのはこちらでしょうね。周りが、まあ、こういった、建物などの風景です。右手の方へ行けば、中山寺駅ですね。 JR、あちら、JR の武田尾駅です。でこちら上流が、こちらの河川が向こう側で、あちらが上流です。でちょっとあちらの方の上の方まで、ちょっと登ってみて、進んでみて、まあ、どの辺りに河川水門開閉式ダム発電を作るのが適当か、ちょっと、見てこようかなと思います。あちらに道があるので、あちらの方から旅館につながってるかもしれないので、あんまり高さ出せないかもしれないですね。ちょっと行ってみてからですね。あの辺りですね、左側の、整備されているところで門を設置するのが良いかと思われます。右手の方が少し高くなってますので、まあ、あちらの方のところと、まあ武田尾温泉 の宿があるところなので、まあ、交渉してもらってという形になるかと思います。で、まあ、こちらなんですけども、まあ、看板は一応出てるんですけども、まあ、廃業されてるみたいですね。元湯旅館ですね。まあ、泊まるならあちらの方ということだと思われます。反対側に、来ました。で、まあ、高さ10メートルぐらいありそうなんで、まあ、20センチ ×20 センチ、1メートル ×1 メートル、3メートル ×3 メートルで、
5メートル ×5 メートル、まあそれは5メートル ×5 メートルはもう地下水トンネル発電にしなくて回転扉一つだけでいいと思われます。基本的に高さ自体は10メートルぐらいありそうなので、まああちらの、まあ、小屋、まあ、立ち入り禁止ということになっているんですけど、あちらの方ですね、そこが大丈夫かどうかちょっと話聞いてみてからの設置ですね。まあこちらの旅館の方の方が所有者だと思われるんですが、では、下流の方ちょっと見てきます。これですね、あの千狩からのパイプラインが、千狩ダムかな、千狩ダムというのは JR 道城駅からの近くにあるこちらのもので、ピント合うかな、この辺りからあの水色の点線がこう引かれてますけども、これが、水道の管のラインです。武田尾駅がこちらなんですけど、ちょっとピントが合わないかな、どうかな、まあこちらがそうですね。もうちょっと南の方を見に行ってみます。武田温泉の少し南の方に来たところなんですけども、一本物の、電柱に使えそうな木がいっぱいあります。あちらが、向こう側なんですが、武田尾駅の、南の方の、まあ最終地点といいましょうか、まあ、そういうふうな場所ですね。であちらの先があの清瀬台とかになるんですが、兵庫県西宮市の、清瀬台のその名城川の、少し上のところに、まあ、高さ30メートルか50メートルぐらいの、ダムを作ると。でそこから地下水流トンネル発電、20センチ ×20 センチ、1メートル ×1 メートル、3メートル ×3 メートルと、あと、まあ、5メートルのところは回転扉というような形で作ると。まあ、高さがね、その50メートルあったらさすがにここまで来るとは思うんですけども、30メートルぐらいだったらどうかなとか、ちょっとね、高低差も全く感覚わからないんですよね。まあ、どれぐらいの、高さになるのかっていうところが。ですので、まあ、水を溜めながら、そこの下のところまで、水面が来るぐらいまで来たら、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、向こうの北の方のところに、その河川水門開閉式ダム発電ができたら水が止まる。しておくと、まあ、こういうことになりますね。現在17時30分ごろ、JR 道城駅に到着しました。今日朝、5時起きぐらいで、5時台に家を出てここまで歩いてきて、で、河川の、撮影をしてました。ほとんど歩きですね。今から家に帰宅します。